こんにちは、ドライトニュースの時間です。統合版マインクラフトのマーケットプレイスに新アドオンが追加しました。今週は6個追加しました。ちょっと少なめですが、いきなり 75% オフのアドオンもあります。それでは今回のアドオン内容を紹介いたします。まずはブロックハンマーアドオンです。27種類のハンマーに7種類のグラブの登場。広範囲にわたってブロックを壊したりモブを攻撃できます。さらに特殊なハンマーで相手を炎症させたり凍らせて動きを鈍らせるなど、面白ハンマーが作れちゃいますね。お値段は830マインコイン、580円です。メイスよりもすごそうです。続いてディワリアドオンです。花火などでお祝いをしよう。ボートにろうそくをつけてみんなでお祝いモードになりましょう。お値段は990マインコイン、700円ですが、なんと16日間は 75% オフで247マインコインと大安売りです。お祝いごとに使えそうなアドオンですね。続いてスカーリーナイトアドオンです。銃の恐ろしい夜、日が沈み、モンスターが遊びにやってきます。モンスターは遊びでも、私たちは超危険な夜となるでしょう。お値段は660マインコイン、470円です。寝てもさらなる危機に襲われるかも。続いてジェットパックアドオンです。ジェットパックをカスタマイズして空を自由に飛び回ろう。燃料システムや充電式エレメントなど文明の力もあり、テレポートも使えるようです。お値段は830マインコイン、580円です。ジェットパックで楽しい空の旅を。ここからは公式映像のないアドオンを紹介していきます。まずはエコノミープラスアドオンです。経済系のアドオンで ATM があったり、現金の他にも電子決済も導入。プレイヤー同士とお金のやり取りができ、オフラインのプレイヤーにも送金が可能です。お値段は830マインコイン、580円です。お金のやり取りをしたいマップなら役に立ちそうですね。最後にエボルビングウェポンズアドオンです。18種類の進化する武器の登場。さらに希少な鉱石が6個も追加され、防具も24個追加。戦闘が楽しくなりそうです。お値段は830マインコイン、580円です。武器をどんどん進化させましょう。以上、今週追加されたアドオン6選を紹介いたしました。数は少なかったですが、個人的には経済系のアドオンは良さそうでしたね。お金のやり取りをするマップなんかに使えて、プレイヤー同士で商売をすることもできて面白そうですね。こちらはスイッチ版、iOS、Android、Win 10版の PC、Xbox、PS4 でもできます。それでは、良い一日を。